放牧地にできたガリ侵食。稼働は蛇行している。ガリあるいはガリとは、降水による集約した水の流れによって地表面が削られてできた地形のこと。水に起因した侵食によってできた地形形状の一つ。ウレツとも。雨水あるいは雪解け水が集まって流れを作ると潜屈が始まり溝が作られる。降水の土に溝は潜屈され、この時、 細溝のことをリルといい、樹脂状に複数の細溝が発達しているときによく用いられる。リルから発達したガリは地表面で地形として成長する。一方、発生的なリルはすべてガリになるわけではないが、環境によっては痕跡が残り、リルマークとして地層の低根に認められることもある。ガリが発達するオアフ島の火山、ココヘッドタフコーンガリガリガリは、 軟質な堆積物の表面に形成されやすく、削られた壁面は溝に流れ込む、水の侵食によって側方に広がり、溝の底面は流水により、旋屈が進み、地形が発達する。風化の著しい岩盤や採設物粒子が、固結していない地盤、火山採設物からなる地盤に見られる侵食が、代表的である。地図表記では、枯れ沢や沢状の崖、 断続的な小崩壊跡を包括して表記されている。枯れ沢や土石流跡などとの明瞭な境界はなく、ガリー状地形として読み取り、必要に応じて適切な判例が付記される。用語としては主に地形を指すが、人工的な造成地の雨水による潜屈、道路土航における乗り面や路面の潜屈など用途は幅広く、流れを生因とするものである。そして、残された、 ガリ侵食の痕跡から多様な情報が得られる。地球科学として培われてきた解析技術は地球外にも適用されており、惑星の地表面にガリ形状の痕跡が認められれば、その侵食の成因を追跡することが可能となる。火星においては、探査機マーズパスファインダーの着陸地点付近で明瞭なガリ地形が発達しており、その流動形態から 地形解析が行われている。火山の裾野や観測、また、植生のない斜面や森土した造成地には、ガリ侵食が発達しやすく土壌流出が問題にされている。急旬な斜面において、直線上に細溝が複数形成されやすく、複数の溝が集約して急旬な地形が形成され、侵食が発達していく。緩やかな斜面では、 複数の細水をややうねりながら集約し、斜面勾配が小さいと水の流れが迷走するため、蛇行しながら発達する。軟質な地盤における流水は、下国作用と側国作用によって、V 字型の侵食国を形成しやすい。ありがとうございます。